幸福の科学どのくらいやったんですか。幸福の科学はトータルだと 3,4 年ですね。ちょっとまあ地区長みたいので、役職ついて頑張った時もあったんですけど。そこまで行ったの。うん、あの信者も作ったんですよ。へえ。100万円ぐらいなんか出してくれるようなそういう、おーおーおー、いい先進じゃん。で出てきたんです。今支部長も喜んで、僕を話したくないとか言ってたんだけど、それでもやっぱりお金ないとついていけない。出す人は何億も出す人いるようですね。はあ。やっぱなんかご利益を感じるんだろうかね、それだけ出そうって人は。あるんです。まあなんか間の剣があるんでしょうな。やっぱビジネス化してますね。大川隆法そのものがこの、アメリカのニューヨークの銀行員やってたりして、錬金術っていうんですか、やっぱり宗教はお金に稼ぎやすいっていうのがどっかにあるかも。情けないね。じゃあでも、じゃあ初めてだよ、そのぐらいの立場の人がこうやって、まあ、幸福の科学はやめて、っていう人はちょっと初めて出会ったよね。今まで出会った人は、まあまあガチで出会ってる人はいるけど、辞めてこっちに来るっていう人っぽい人でそれだけの立場になった人はいなかったもん。じゃあ辞めるとなった時、辞めようとした時は組織内でも結構どうすんの、このおいちょっと辞めないでくれよって話になったんじゃないの。いや、心は結構こうオープンな組織なんですよ。締め付けみたいのはないです、ね。お金にはちょっとうるさいけど、金だけはね、金さえ払ってくれれば。名前だけの人って結構いっぱいいるんですよ。一生懸命やる人もいるし、まあいてもいなくてもいい感じとか、本当に名前、1年に1回しか顔出さないような人もいるし、私はちょっと行き詰まってます。僕の方がちょっと最初の時は勢いがあってよかったなと思ったんですけど、ただ最近も映画いっぱい作ったりして、誰も見に行かない。あ、そうなんだ。ほとんど皆さん方自身、あの信者たちも見に行かない。信者って買わされちゃうんだ、チケット。1人10枚とか無理くりに。多分洗脳なのかな。まあ、これを買えばご利益が出るよ的なことなんでしょうね。ただあの病気治ったとか経済苦から良くなったとかっていう人はいますね、一部は。でも一般の人はついていけないと思います。1ヶ月に何万もかかるし。その内訳はどういうことなの。まず会費ってのはあるわけ。会費は形式上に2000円ぐらい毎月。結構な値段だよね。でもそれも形式ですね。払わなくても別にいいと。他にじゃあ金かかることって何がある。祈願ですね。お願い、なんかお願いする。だいたい3万円前後なんですよ。1つも10万円クラスもあるし、30万クラスもあるし。それは何、なんでそのランクがあるの。いや、その功徳のレベルじゃないですか。ただ簡単な病気治るのとかそれとお金に関する経営とかなると何百万何千万の世界ですから。祈願は。いや、そういう祈願は30万とか。リアグがね、最高100万ぐらいあるみたいですけどね。はあ。僕30万のように2回やったことあるんですけど。どんな祈りをしたの、してもらったの。心願成就。心願で、心に思うこと、どんな悩みでも解決する。30万、はい。叶わなかったですねでしょうな、でしょうな。祈っても祈るだけでもダメみたいですね。その心の器ができてないとダメみたいな。そんなのいい、理屈だよね。そうですね。だったら初めから YouTube でおすがり型の宗教と心の内面に修行する宗教とあるじゃないですか。ただお金出せば叶うってもんでもないですよね。そりゃそうですよ。ただ雰囲気に飲まされちゃうんですよ。30万ですか。お金出せばなんかなっけるんじゃねえか。でも思う、やっぱ人間って錯覚っていうかこう思い込みになっちゃうじゃないですか。祈りのそのものにこうお金のランクがあるってのはおかしいなとはやっぱ思わないん、ね、
ですかね。思うんだけど、雰囲気があるんです、その音楽、綺麗なこうなんかクラシックみたいな流れてたり、あの祈願ってその職員の人がこう、施設のこう一番本尊の前でこう、儀式みたく、こう清掃で綺麗にこうやってくれるから、あ、なんか叶えてくれるんじゃないかなっていう雰囲気があるんですけど、なるほど、それがやっぱりビジネスの罠っていうか、自分の心の内側にしかやっぱり幸せっていうのはないんじゃないかと私思いました、ね、じゃあざっくり言うと、まあ、会費が月2000円の、あとまあ DVD の放映を見るだけで一応5000円が建前と、まあ、週1回ぐらいあるみたいな、ひょーっと4回受ければ2万円だ、それだけで、はあ、でもそれも取ってる支部もあれば、まあまあって緩い支部もある、うん、でも実際払ってる人がやっぱり役職ついて上がっていく、あ、なるほどね、多分総額会と多分組織的には同じ、金払いのいいやつが幹部になってくっていう、うん、あの後でこうチェック誰が出したとかやっぱりする、当然するんだよね、そうか、それと、まあ、各種ご祈念、ご祈願が、まあ、お金がいろいろランクがあると、うんうん、安いので3万ぐらい、ぐらい、超、超すごいのは100万クラスもあるみたいですね、あでそれは職員が、ただ職員がいるわけね、そうですね、で今の、あのコロナの、コロナ感染防止祈願とかも、おやっぱりそのその時その時のその雰囲気っていうか、その流れをしっかりこう掴むんですよ、なるほどなるほど、マーケティングがしっかりしてるわけだね、うん、マーケットが、なるほどね、まあそれは確かに必要なことだけどね、今主張が何を求めているかっていうのはね、うん、まあしかしあれですか、その幸福の科学自体のなんていうかその、まあ、発展性なり活気なり現会員のその盛り上がりみたいなもう全然ない感じ、今はちょっと下火というか、はい、まあ選挙を見れば分かると思います、まあまああれも懲りずによく出しますね、およそ通り来ないじゃないですか今の現状の信者数では、でも必ずどっか出してくるよね、あのやっぱりその出る時のお金ってやっぱり本人が出してる部分多いんですよ、ああでもさ、あのなんか供託金だかっていうのは10億だかは教団かなんか出してるってどっかで、あ最初の時期は、今はいらないの供託金って、本人が出してる部分多いですね、10億だ、10億だ、いやあの1人数百万、ああ、うん、そうか国政、そうか地方選挙だからね、国政は出してるっけ今、国政今回出なかったんじゃないかな、東京国政が確か10億だよ、あそうですね、うん、供託金、政治塾みたいなのあるんですよ、あのなんかね明治維新の坂本龍馬とか吉田松陰がこう霊守護霊になってこういろんな降りてきて降りてっていうのがまあいいやそっか、だけどさ俺本当に矛盾を思うんでみんな思わないのかなと思うのは、エルカンターレ、あの全宇宙の根本のお作りになった神様わけでしょ、はい、大川隆法先生がその選挙一つも受からないっつうのは、うん、どういう理屈付けになってるわけ、そこはねタブーになっちゃってるんですよ言わないですねでしょうよ、宇宙を作った神様ならさせめて参議院会なんか一人ぐらい出せねえのかよって、それで信者が離れてるの多いですね、ああやっぱりそうだろう、普通に疑問に思うよな、うん、でじゃあ次回頑張りましょうっていう感じで、いや神様なんとかしてくれよ、うん、全知全能の神がよ、うん、いや本当にマジであの理論的に破綻を感じないのかなと思って、現役の幸福の会員って、ですけどやっぱそのエルカンターレと大川隆法の存在があまりにも大きすぎる、大きいんだ、池田対策並みなんですよ、だから要するに青春時代のアイドル歌手みたいにもう何でも許せちゃうんですよ、失敗してもスキャンダル起きようが何か問題なくても、ああそんなもんなのかなってことで、またこう
お金をどんどん出しちゃう人いるじゃない、コンサートとかでも行ったり、いろんなレコード買ったとかでも自分のお金、財産全て買うような、ああいう雰囲気なんですよ。なるほど。特に女の人が多いですよ。だろうな。だからもう理屈とかじゃないんだ、もはやね。だ洗脳だと思います、うん。ある日どっかで目覚める時があるんだけど、早い人と遅い人のさ。なるほど、うん。それと、僕が今まで出会ってた時になかった出来事で、長男が、息子か、長男だか次男だか知んないけど、はい、あれがほぼ離脱した感じじゃないですか、今。そう。あの辺の問題については、現役会員たちはどう捉えてるの？あの人は、長男にまずついてるのはやっぱ悪魔。あ、やっぱそういう各番って、あの信号集に、あ、各番、はいはい、あれがついてるって言われてるんですよ。へー。だって各番は別に真言宗の中の一つの派になっただけで、うん、特にそんな悪魔的に扱われるのもかわいそうだよね。まあ、一応国学では悪い存在で、ああそうなんだ。なんか真言宗からもなんか追い出されたっていう、あ、まあね、一応歴史上はなってるんで。でもさ、おかしいよ、神様でしょ、大川隆法様って。そんなさ、醜い子供たちのそんなさ、権力闘争がなんで神のお宅に起こるのかっていうところは、やっぱり母親が岡京子さんっていたんですけど、離婚したんですけど、悪魔扱いって言ってんの、なんかユダ、キリスト教のユダが入ってるとかっていう、あ、まあそういう理屈なのね、で、その何、血を入ってるってこと、子供たち、そんな感じで、それが大川隆法先生、イエス的な血のこと、それからユダ的な血の子がいるというような理屈ですかね。そうですね。あ、まあ、そんなこと引き出せば確かにな。ただ大川隆法はそのさやかっていうあの長女がやっぱ可愛かったみたいですね。やっぱ女性が次に2代目にしたいっていう思いが強いんじゃない。あの女性教祖って少ないじゃないですか、天理教の中山。まあ、新の今あそこもそうだよな、新女園がな、まさ、まさ子だったっけな、 3番目、三女が。へえ、どうなの、その大川隆法自体は。じゃあ仮にね、今まで一代でカリスマ性を作ってきたとは言うけど、その、ま、なんだっけ、女の子さやかさん、うん、はどうなのよ、周り中の。やっぱり気の強い、だ2代目になると思います。あ、じゃあ、うん、それなりのカリスマ性も持ってます。なんか天照大御神の流れがあるみたいな。なるほど。じゃあ、 性格的っていうか器的にもあのボンクラではないわけだ。そうですね。お茶の水大学行って、まあ家計は頭のいい家計だもんね、東大、うん、親父は東大だもんね。なるほどね。じゃあ結構な信者はくっついてきそうな感じ。女の人は特についてくる。女性でも、女性教祖でも、なんとかあそこもね、解体させたいっていうか崩壊させたいんですけどね。